だったらライブでいいじゃんって言われたりするんだけど、ライブでそれをやってればいい。でもなんか音源に残すっていうことで、なんかいろいろやっぱりギター一本でライブすることも多いし、そのライブがライブのその温度感をうまく収録したものを作りたかったという。夢がなびてる。自分が本来聴いている音じゃないなという、そのどうしても何かしらがカットされてるように聞こえてたから、そのオープニングで撮る機会があって、そこで撮った時にその今まで撮ってたものと何か足りないなと思ってた部分がすごくそのテープにはあったっていう、ふくよかさというか面ですごくあったかい音がしたんで、なんか、それが一番撮ってみたくなったきっかけっていう。じゃなかった、みんな時計見るし結構時計見られるときついよ、ね、それは分かるよ、ね、
さよなら。また少し時間がかかりそう。片付かない言葉はそのまま。散らかったままじゃよくないし。流した涙もあれば騒いで笑った。部屋の片隅であの日の僕が寝転んでいる。これ、脳みそだったらこれにしようかな。この抜け方これにします。今のじゃあ3テイク目、はい、3テイク目です。おーい、了解です。その物として見えるから余計にその感じてしまうんですよね。だからなんか感慨深かったっていうか、あ、今日撮ったやつがこれかって思えるっていう、当たり前なんだけど、うん、ここに存在するっていう、なんかわ、これ落としたら壊れちゃうんじゃないかとかなんかすっごいドキドキするものだったっていう。データってやっぱり目に見えないから波形で見えるけど、うん、実物として存在しないものだから。異世界に持ってかれる。はい、すみません。外は秋晴れで吹き抜けるつむじ風、少し冷たくなった空には探し物見当たらなくて、どこかの親子が座る10月のベンチ、行くあてのない言葉連ねる。明日は雨らしい。早く帰ってこい。君のパパは言う。ちょっと、どうせ、僕
限界が近づいてきて実際の話、あのそのレター撮る前に10月のベンチでパパで撮ったんだけど、うん、その時に喉が破裂っていうか、まあ壊れて、うん、あれも次の曲一番結構重要というか、うん、あの太めに出さなきゃいけないのに大丈夫かなっていうところから始まったから、レコーディング。ありの焦りを。そう、焦りもあったし。自分で時間迫ってんのにちょっと休みをいただいたとかもあったし、そう。大変。いや、なんかそういう今までに感じたことのない、はい、音の厚みといいますか、そういうものが取れてる気がしてます、はい、順調です、楽しいです。あとは喉です。頑張ります。雪の向こうに消えていた悲しみを入っていく時の一言の喋らないで行くっていうユウさんとも目合わせないみたいなあれはダメですよなんかこうなってる。いや、まあいいのかもしれない。今があるんだ君のその優しい言葉みたいに、そういった言葉風に頬を染めて歩き疲れてないかな、僕が今いるこの街には今日雪が積もった、流れる日々の煩わしさも白い息の向こうに消えていた悲しみを遠ざける風が吹いた、一人の
ちっぽけだった。かじかんでく手をいつも温めたのは君だった。朝を迎え歩いてるよ。全てが備わって今があるんだ。君のその優しい言葉みたいに降り注ぐ。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。
まあ、今回のアナログレコーディングが一応なんていうかゴールではなくて、これを駆使してなんかまたさらにやりたいことっていうのはすごい生まれてるから、こう委ねたいっす僕も。何委ねていきたいっすね、うん。